どうも宮迫です。改めて宮迫ひゆきを知ってもらおう。まあそうですね、私宮迫ひゆき、まあいろいろございまして、現在 YouTuber をやらせてもらってるんです。まあ YouTuber より最近焼肉屋オーナーの方が幅が広くなってきてるかもしれませんけどもまあそんな宮迫ひゆきなんですけども、やっぱり同世代もしくはそのちょい下ぐらいは僕のことを大体知っていただいてると思うんですけども、若い人はおそらくアメトークのおじさんのイメージしかないと思うんです。なのでどういった経歴があるのかというのをね、まあごく一部なんですけども、出演作品等を書かせてもらいました。芸人以外ですね。芸人以外ですね、はい、もう芸人としてまあある程度知っていただいてると思うんですけども、芸人以外でも、まあ、宮迫ひゆきという人間、まあすごいんですよ自分で言うのはおかしいと思うんですでも実際 これだけ、まあ、これごく一部ですから、代表的なものをちょっとご紹介させていただきたいなと。そしてここをご紹介するというのは、まあ、これだけのことをやってこれた人間ですので、そのポテンシャルがあるということを、まあ、こういったその企業の方々であったり、いろんな、ね、その若い世代の企業の方々で人を採用するような人たちに知っていただいて、お宮迫使えんじゃないかというところでお仕事をいただきたい。あ、なるほど。まずですね、まあ、言うてもドラマ映画というのは、まあ、ちょっと演技の方、まあ、数年前の演技がうまい芸人ランキング何年連続かで私1位を取らせてもらっておりますはい、それは過去遡って見ていただけると顔がやらしいですよねいや、やらしいかもしれません、これ事実でございますのでそこなんですよ、これ事実ですので、このちょっと包み隠さず言っていかないと、まあ、そういうふうに遡ってくださいだいぶ何年連続、多分何年連続は僕だけじゃないですかねみたいなこともありまして、まあ、ドラマ映画も代表的なアトムだと阿部寛さんとね、もうほぼダブル主演みたいな感じでした。あ、これすごく私にとってもなんかちょっと飛躍できたドラマでもあるんですけども、言うてもその前にこの救命病棟24時、救命病棟はね何作品かありますけど、私パート2に出てたんですけども、これはあくまでいろんなコメントとか、なんかそう情報だけで聞いただけですよ。実際どうか分かりませんけど、救命病棟シリーズの中でパート2が一番良かったと最高傑作だというふうに伺ってます。声もありますよってね、はい、だいぶありましたよもう当時芸人としてもそこまで、まあ、深夜にちょろちょろ出てるぐらいの状態でメインキャストにこの大抜擢で、これ大抜擢された経緯は、もともとは岸和田少年グレン隊という、はいはい、ナイナイ主演の映画がございまして、五つ監督の映画がございまして、そこの、まあ、いい役、サイといういい役をやらせていただきまして、この救命病棟24時 その、制作陣監督であったりが、その岸和田少年グレン隊のファンだと、その映画がすごく面白くて、その宮迫さんのこの役が大好きだったのでということで大抜擢で、この主要メンバーに入れていただきまして、こっからもうトトトンと、この今度救命病棟を見たからこのドラマ出てくれませんかって、このドラマを見てどんどん数珠つなぎでつながっていきまして、うん、そしてその後ね、そうですね、まあ夜行観覧車っていうのはね、ちょうどこれ私はがんスキリス胃がんを患った時に撮り始めてたドラマね、でまあ交番なのかとなりそうになったところを、もう宮迫さんがいなかったらこのドラマ成立しませんよと、スタッフの皆さんが一部からっていう声もあったって、これ実際ね、完治するまで待ちますという、ね、撮影一回止めて待っていただいて撮った作品でございますので、これもすごく評判が良かったです。今その時のね、僕の娘役の杉崎花ちゃん もう今もねすごい、もう売れっ子女優になりましたけども、はい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 、そしても20世紀少年、これはもうね漫画でももちろん有名ですけれども、ここにも出させてもらってます。ケロヨンという役で、はい、こうね、口がこういう役で、ね、もう顔が一番似てたんじゃないのかっていうケロヨンやらせてもらってました、そして、こちらですね、恋の時間、恋の時間、これはTBS ドラマですね。 TBS ドラマで あれです、黒木瞳さんが主演をなさっていて、ちょっとその黒木ひとみさんと恋仲になる、うだつの上がらない元サラリーマンのおっさんっていう役
でやらせてもらって、まあいい役でした、いい役でやらせてもらったんですけども、その時に私あのドラマ映画やる時に NG っていうのが一つありまして、ほう、あのキスシーンはできないと、キスシーンはちょっと僕できませんっていうこと。宮迫さんがですか。はいはい。これなぜかと言いますと、やっぱりお笑い芸人ですので、あのなんかキスシーンってすごい恥ずいんですよ。ちょっと笑ってしまうというか、あのなんかキス見られるのって嫌すぎるから俺絶対に NG っていうのはこれマジでめちゃめちゃ言ってたんですよ。あの高いところかバンジージャンプとかと同じぐらいの NG にしてたんですよ。これというのもその前にあの月9ドラマっていうね、当時月9ドラマって月9に出たらなんか売れっ子やみたいな言われてた当時の月9の東京ラブシネマっていう江口洋介さん主演のやつに、あの救命病棟あと制作陣が一緒やったので、あのそこにちょっと抜擢していただきまして、あのそこの月9の時にキスシーンっていう台本があったんですね、はい、で僕ちょっと怒りまして、キスシーンは NG だって言ってたでしょ、でも絶対必要なんですと、いやいや無理や無理や必要なんです、しゃあないやろうかっつって相手役の、ね、女性とこうなった時にもうずっとごめんなさい無理やわってなって、結局急遽撮影方法を変えてシルエットになったんですよ。ああなるほどね、なるほど、本人女性はもうこっちずれてるんですよね、ほんで影だけがこうキスしてるみたいな感じにしていただいたぐらい NG やったんですよ。ところがこの恋の時間で黒木ひとみさんの台本に、ね、またキスシーンがあったんですよ。お待ってくれと、 NG やって言ったじゃないのかって言ってたんですけど、あの当時ちょっとあのポンコツマネージャーがついてまして、あの何度も入り時間を間違ったり、そのマネージャーがとちったことによって現場にすごく遅れたりとかいうことが結構あったんです。でそこをちょっと兼ね合い出されて、これだけのミステイクをそちらサイドはしてるんだからこっちの要望を受け入れてくださいよ、で分かりましたで、まあよく考えたら黒木ひとみさんとキスができることに対してこんなに拒む人間おるのかとすごいことですよ、いうので人生初のキスシーン、あのこの恋の時間の中でやっております。あのぜひあのねどっかで見つけたら見てください。震えてたもん俺ずっと本番恵比寿のなんかええ雰囲気のとこですよ。なんか一旦こうパッと離れて、もうええねんみたいな感じでパッと離れて、もう一回振り返って走っていってちょっとこうしてます、やらせてもらってます。言葉だけで聞くとねちょっとそんなあのかっこいいキスシーンではなかったですけども、人生初のキスシーンなんかやらせてもらったりいろいろ、まあ、あと大体あのほぼ二次的少年以外はドラマなんですけど、映画もねたくさん、映画の方は結構主演もさせていただきまして、はい、あのヘビイチゴという、ね、主演初主演 あの西川美也さん、今もう超ね是枝監督の一番弟子ですよ、もう今すごい監督さんになってますけど、美也ちゃんの初監督作品で初主演をさせていただきまして、ヘビイチゴで、それに出たことによっていろちょっといろいろあの映画の賞をいただきまして、はい、あの放置映画祭の助演男優賞、そうですね、はい、これなかなか最優秀ですか、最優秀助演男優賞なんですけど、はい、これあの歴代のラインナップってある、ありますよ、ちょっとあの僕の名前異質ですからちょっといいですか、ま、助演も全部一覧載ってます、第1回かかりますけど何回から見ます、いいですかね、あ、こうそうか、こう老眼鏡つけたらこうみたいに老眼鏡つけて話あれ見えへんと思ったら老眼鏡は普通でいいんですね、これね助演男優賞歴代すごいですよ、第12回助演男優賞津川雅彦さんすごいでしょね、大御所、大御所いっぱいですよ、三國連太郎さんもいますよ、原田芳雄さんとかすごっね、石橋蓮司さんとか山崎聡さんね、すごくないですかえ、ああそうか、主演のはもちろん松江作さん撮ってますね、主演は、そう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 、すごーね、歴代のところ岸辺一徳岸辺一徳さんとかやで、岸辺さん、中井貴一さんとかやで、ああ、いやすごいな、僕でも知ってる、豊川悦司ね、渡哲也さんとかも助演男優賞ええー、すごないですか、
そのラインナップにいるんですよ。ただね、俺一回か確かめたんです。確かね、俺消されてたと思う。嘘でしょ。あ、これちょっとおもろいな。復活してるっていうか、復活してるわ。ああ、よかった。俺の名前だけ色変わってる。どういうことですか。見てみ、ほらほら。あ、でもこれは宮迫博之のページを一回調べたことがあるから。じゃあそうか、びっくりした。俺一回消されて復活したら色変わったなって。そんなわかりやすいやろ。でもすごくないですか。そうですね、あのね、その時の主演女優賞、あの寺島しのぶさん、あ、助演男優賞宮迫博之、助演女優賞深津絵里、新人賞石原さとみ、受賞式一緒やから、すごない。これもちろん芸人さんではいや初です。今見てるんですけど、はい、やっぱ助演男優賞って芸人さんの名前ないです。ないです、ないです。唯一これだから、この授賞式の時に、まあまあ大体そういう場で僕必ず挨拶で、どうも、女優男優賞いただきました宮迫ですって言ったら、まあまあ、あの記者の方々ちょっとわーっと湧いてくれるやんか。ほんでその後に、あの受賞者でパーティーがあるんですよ。あの審査員とかも含めて、ま、審査員の人たちはものすごい年配なおじいさんおばあさんばっかりやねん。ほんで一人の、あの審査員の人が、あの最初の何かこうされたので、ワットバイト、あれは何ですかって言われて、あれちょっと、僕はあのちょっと挨拶の時に自己紹介でいつもやってるやつで、あのもう何年もやらせてもらってるんですけど、自己紹介の ああいうことをする、はっ、あのお笑い芸人をやっ、お笑い芸人ってなって、お笑い芸人さんなんだってなって、審査員の年配の方々がざわつくって結果俺のことを芸人やと思ってなかった。なるほどなるほど。ということは逆に言うと、芸人って分かってたら取らせてないと。なるほどね。なるほどなるほど。すごいなんか芸人なんだみたいな、いぶかしげな顔されて、なんかそう考えると、まあその歴史のあるもので、やっぱりその芸人、まあ、今でこそ芸人さんってもあれだけど、まだそういう感覚が残ってる時代やったんやなと。だから名前何でしょう、芸人さんの。いや、そうですね。それこそたけしさんとかいろいろあってもおかしくないやんか。まあ確かに確かに。まだそんな時代やったんやなということですよ。だからまあそんな、あ、ごめんなさい、ちょっとあのものすごい自慢に自慢じゃないんですよ。事実を言ってるだけなんです。ごめんなさい、これはなんかすぐ自慢に取られるんですけど、事実なんですよ。嘘言ってないですからね。まあまあこんなね、ドラマ映画がありまして、はいはいはい、そしてまあまあそうですね、こうずれて、まあ、舞台なんかは野田秀樹さんの野田バップ、まあ、ここが実はすごくあの人生のターニングポイントではあるんです。当時ようやく深夜番組に出れるようになり始めた時に、この野田バップと野田秀樹さんの舞台っていうのは、あのワークショップという、あのまずそのオーディションのようなものを受けて、はいはいはい、受けてそこで選ばれて初めて、まあ、その名前のない人間を初めて出れる舞台なんです。ところがのもう初っ端からあの野田マップに出ませんかとっていうふうにお声をかけていただいて、で当時僕はちょっとあの知識不足で、野田マップ、野田秀樹さんの名前はもちろん分かってるんだけど、まあまあでも今ちょっとようやく頑張って深夜に出れるようになって、東京の深夜に出れるようになってきた、その時に3ヶ月かな拘束される舞台にちょっと出ることはできませんと断ってたんですね。もうこんなことありえないんですよ。もう鈴芽が分かるでしょ、野田マップに最初のやつすごいことです。それを断るなんてとんでもないことやん。ありえないことですよ。ありえないことなんですよ。でも、もう当時はもうとにかくテレビに出たいやから、その舞台っていうのはちょっとっていう、この選んでくれた経緯もね、当時野田さん の事務所 の女性の社長の方がいらっしゃるんですけど、その方が大阪出身で、大阪のど深夜に怒涛のくるくるシアターかなっていうの、まあ、番組あのフルチンさんね、古田新太さんとか生瀬さんとか、その当時あの小劇団の
はいはいはい、メインどこが集まって深夜のバラエティ番組をで、やってたんです。そこにちょっと僕らは出ることになって、雨上がり決勝で出ることになって、それを見てくれてたんですね、その女社長の方が。それを見て、いつかこの人とお芝居したい、仕事がしたいと思ってくれてた。ほんだようやく東京で深夜でようやく復活で出るようになったのを見てくれて、あ、東京にいてるんだ、じゃあ出したいで選んでくれてるんですよ。そんなことがあるのに、いやちょっと今舞台とかいいですって断ってたんですよ。はい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 。でな、一回でも野田の野田マップ見に来てくれっつって、2回3回ぐらい僕見に行ったんです。でもあんまり僕はあの舞台鑑賞とか得意な方ではないので、でまあ見に行きながら、あの正直あの3回とも寝るという、ちょっと芸術性の高い舞台ですね、ドラマアップさんは。とんでもない。それでもね、ご招待を受けて見に行ってんのに寝るというとんでもない失礼なことをして、でも3回何回するのも、すいません今テレビ出たいですって断ってて、とにかく最後3回目ぐらい見に行った時に、野田と会ってくれと。で野田さんと初めてパッと舞台終わりですよ、あお会いした時に、すいません、あの雨上がり決勝の宮迫と申します。ああ聞いてるっていうか、お前寝てたなって言われて、すごい見えてたんやと思って、野田さんに真ん中ぐらいの席やったのに、あすいません意味分かんなかったんで寝ましたっつってもういいよいいよっつって、一回ちょっと一緒に舞台行こうって言われて、もうお客さんもはけた、演者もはけた、ただセットだけがある舞台に連れてくれて、何ですかこのセリフを呼んでくれと。いや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 、あの僕すいません聞いてると思うんですけど、ちょっと今テレビの方に出たいので、 いいからいいから呼んでくれりゃいいんだよって言うんで、もうええわと。で結構声張る舞台やんか、もうそんな感じで言うとええねやろと思って、うわはい、もうなんかもうはなんかめんどくさいの腹立つのもあって、うわはい、はい、うん、分かった分かった、じゃあねもう帰っていいよって、ええー、って言いながら帰って、改めて野田がやっぱり使いたいと言ってるって言って、マジっすかって言ってる時に、あの本当にあのね、当時日曜日の社員さんが誰もいない、吉本の事務所でその話し合いをしてたの最後で、まあ、日曜日は社員さんいないですから、トイレ行こうと思ってバーッとトイレ行っておしっこしてたんです。そしたらまあまあいろいろございましたけども、あの大崎さん、当時社長ではございません、はい、大崎さんが、ね、あのゴルフバッグを、ね、取りに来て、日曜日の社員のいないときに、何してんのやと、いや違うんですよ、高校であのちょっと舞台のお誘いがあって、今それをちょっと今ようやくテレビ出れたんで断ってるんですよ。何の舞台やった、の野田秀樹さんの、お前天下の野田秀樹の舞台断る分かっておるか、出ろって言われて、あ出ますってトイレから帰ってきたら出ますって全員が、今までの数週間何やったんやでもそれ、この舞台をきっかけに、この舞台ですごくあのいろんな関係者の方々見に来る舞台なので、そこで見つけていただいて、こっから救命病棟とかに繋がるわけですよ。これに出てるのを見て、そこの救命病棟とかのスタッフが、あ、岸和田少年隊のあの役の人やと、で使いたいと、ここに繋がっていくんですよ。だからむちゃくちゃここにはもうむちゃくちゃ恩義があるんで、この舞台であの僕一人で出んのはあれなんで、相方も出してくれって言って、無理やり相方を出してもらった時に、相方があの髪型になったんですよ。はいはい、そういうことなんですよ。だからむちゃくちゃ恩義があるんですよ、野田さん、そして大崎さん。そうですね、むちゃくちゃやっぱ恩義があるんですよ。それこれがなかったらここに繋がっていかないわけですから。で結果ここに繋がったことによって知名度がドーンと上がるわけです、うん、要はやっぱり知らない人が面白いことをやるよりも、知ってる人が面白いことをやる方がやっぱり受けが違いますから、うん、ここから一気になんかもう受けでも変わりましたし、評価もだいぶ変わっていくというね、そのターニングポイントがあります。ね、でこのアイスベリーバグ、はいはい、これもまあターニングポイントの一つです。このアイスベリーバグは私主演でやらせていただきました、舞台なんですけども、はい、この舞台に出ていたのが、デブ、あ、あのちゃんと言ってましたよ、はい、デブって言ってましたちゃんと、つつみくん、その頃ももうデブでしたもんね、はいなんかを頬張るって役でしたけど、ね、お寿司を頬張るシーンで、ね、
ここで堤くんと出会ってるわけです。はい、そうですね。でここで出会ったことによって今こうやって堤くん、そして堤兄弟、とこう繋がって今 YouTube をやってるという。ありがとうございます。そういう繋がりがございます。ね。まあまあ、なので舞台とはもともと自分でも今後やっていくつもりではありますので、こちら、でもお声かけてください。出ます。言っていただければ。はい。そして、コマーシャル等も覚えてらっしゃる方はいらっしゃるかもしれませんけども、いろいろもちろんスカルプ D はすごく長くやらせてもらったコマーシャルでございます。で聞いたところによると、私がねやったことによってとんでもない売り上げになったというのは聞いています。それは数字も一度見せてもらったらすごかったですね。でも青白王子も言ってましたよね。はい、これはもう本当に売れたって、ね、はい、売れたんです。すいません、実はこの当時ね、はい、宮迫さんヒカキンさんと、そうなんです、お前は共演してるんですよね。はい、この何本かあるこのスカルプリーのコマーシャルの中の一本で、当時 YouTube っていうのがまだねそんなに浸透してないぐらいの時ですけども、その時にヒカキンさんとコマーシャル共演してるんですけども、私はやっぱりちょっと知識がなく、ヒカキンさんのことを認識をしていなかったんです。なので、いつものようにこの楽屋にパッと入ったら、スタッフさんがパーッと、打ち合わせをしながらこうバーッとで、じゃあ本番よろしくお願いしますってスタッフがバーッと書いてたら、一人スタッフが座ったままなんですよね。どういうことやと、なぜこのスタッフは帰らへんやと。でやっぱこの人見知りもあるので、喋りかくることもできず、なんか休憩したいんかなと思いながら、ずっと二人きりの空間があるっていう、こうで全然帰らへんなこの人で、本番お願いしますって、本番お願いしますってパッと行こうとしたら、その人も立ったから、この人も今ようやくスタッフとして、ヒカキンさんこちらです、ヒカキンさん、これがヒカキンさんって気づかなかったんですよ、その頃はね。で見た感じ、当時、今でこそやっぱりね、やっぱもう有名人になってオーラがありますけど、当時やっぱすごい YouTuber って上がってきた人だとしても、やっぱり垢抜けてなかったので、スタッフ感がえぐかったんです。なので結果スタッフと勘違いしてたとかいうことも言うこともできず、結局ね会話してなかったと思う、確かに。そうなんですね、ほぼ会話なかったと思うので、そういうのはいつかヒカキンさんとお会いできたらね、謝罪したいと、スタッフと間違っていたということを言いたいなとは思ってるんですけども、そんなスカルプ D で、アフラックはね、それはやっぱガンから復活してから の桜井くんとのコマーシャルですわ、アフラックね。このその時よう いじられましたけど、がん保険って大事ですかって言った、めちゃめちゃ大事っていう。これはね、バラエティ等でめちゃめちゃいじられました。振り抜きながらの、はい、めちゃめちゃ大事。目黒川のところですね。あれはね、あれめっちゃいじられましたけどね。ね、そしてなんと USJ のすごいコマーシャルにも出ております。はい、ここでもツッツンとつながりが、そうですよ、だからUSJ の応援隊長かなんかっていうキャラクターをやらせていただきまして、ああなるほど、はい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 、いろんなスターたちの手形あるでしょ、はいはい、の中にございます私の手形、はい、見てくださいぜひ。なぜかわからないんですけど、自分で行った時に合わせてみたんですけど、多分ね白鵬さんぐらいでかなってるんですよ。わかんない、なんかこうグッと手形押すんですけど、その時なんか俺動いてもうたんかな、見に行ってください、白鵬さんぐらいでかいです。俺こんな指でかないぞって言いながらね、その USJ のね、でこの時子供とジェットコースターでこう風でバーッなりながら最後のシーンがわーってなるシーンなんですけど、実際乗ってないです。ジェットコースター乗れないんで、乗れないですもんね。本当は実際に乗ったところを撮りたかったらしいんですけど、無理ですっつって、結局なんかすごいでかい扇風機で風当てられて、下木箱を人がこう揺らしてました。はい、そんなシーンがございます。そしてバイクをも結構長くやらせていただきまして、これは残ってるな、はい、イメージあるね、はい、下取りよりもバイクを、はい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 、みたいなね、ダンスをやってたりとか、いろいろ結構長めにやらせてもらってました。当時そんなにイメージのいい方ではなかったんですけども、なぜかコマーシャルはいただきまして、もう今もちょっと分かんないですけどね。
徐々には回復してんじゃないですか、イメージの方も。もうね、もうそろそろもう忘れちゃおう、みんないろいろ。はい、今頑張っておりますので、もしよろしければコマーシャルの方もぜひお願いします。はい、そして声のお仕事、はい、もうこれも本当ごく一部ですけども、一部です本当に。声のお仕事もそうですね、声はいいとは言われてますし、まだいろいろ、まあもちろんマーベル作品でもね、アベンジャーズ、ホークはやらせてもらう、ね、ウルトラマンビリエルはこれすごくいまだにすごくね、あ、ちょうど今僕は映画2作品か3作品ぐらい、はい、ビリエルやらせていただいて、その後にテレビシリーズでは小野さん、はい、小野さんにチェンジ、はい、して したんですよね、はい、本当は僕がやりたかったんですけども、いろいろちょっと兼ね合いがあってできなくなったんですけども、たまたまこの間ね、ある飲み会、はい、飲み会がありまして、はいはい、そこで小野さんがいたんですよ。すごい、ね、そうなんすよ、マジっすか。ほんでまあまあなんか自己紹介みたいな感じでみんなしていくときに、小野さんが現在の作品の声をバッてやって、まあバッとバーが盛り上がったりとかして、あ、いや違うんかな、いや俺がおるからベリアルをあえてするかなと思ったら、しへんかったから、あ、この小野さんじゃないんかなって思いながら、ちょっと外に休憩スペースみたいなのがあって、そこにちょっとパッて行ったらいたんで、あ、どうも小野さんって、もしかしてベリアル やってありま、あ、そうなんです。もう僕ちょっと言えなくて、あ、そうです、やっぱそうですよね、すげえ、新旧ベリアル初対面とか言いながらおしゃべりをしてて、でお話を聞いたらやっぱりしんどかったと。最初宮迫ベリアルのイメージが強すぎるから、その我が名はベリアルみたいなやり方をしようと してんけど、どうも自分の声と合わない、はいはい、すごい葛藤されたと。で最終的に今のベリアルを作り上げてくれたみたいなんですよ。ですいません、なんかいろいろ申し訳ない感じですけども、今度ぜひ機会があったら新旧ベリアルでなんかしませんかみたいなことはちょっと。マジっすか、じゃあ言い方でしたね、素敵な方でした、ね、素敵な人やった、やばすぎでしょそれ、売れっ子声優さんですから、もういつかちょっと何かしかちょっとよろしくお願いします。はい、そしてミスターインクレデルブシンドローム、これも非常に評価は良かったと思います。ただちょっと若干トドロキさんに近い気をちょっとの気を許すとトドロキさんになってしまうんで、結構収録してる時にスタジオ外の声から、すいません今ちょっと3分の2トドロキさんになってしまってます、すいませんもう一回やりますとかいうのはあったんですけども、まあ、よかったですね。そして漁港のニッコちゃん、さんまさんのね、はい、セミ役で、はい、はい、これも最新ですよね。そうですね、はい、そこの他もいろいろやらせてもらってまして、テレビと NHK のちょっと沸騰落としとかいうすごい2、3時間ある真面目なナレーション等も、あと、警視庁24時的なやつとかも、普通 の夕方のニュースとかもちょこちょこやってたんです、ナレーションやってたんですけども、ほぼ誰にも気づかれず、あとマイケル・ジャクソンさんがお亡くなりになった時に緊急特番で、マイケル・ジャクソンはなぜ死んだのかっていう、これも長い特番、これも誰にも気づかれてないです。ヘビロテでコマーシャルでマイケル・ジャクソンはなぜ死んだのかから始まって、ブワーっていう声、あれ僕ですよ、覚えてらっしゃる方誰にも気づかれず、まあでもそういうナレーションっていうのは気づかれない方がいいですから。そうですね、はい、どっちかというと、ね、その内容がね入ってこなくなってしまいますから、なんてこともあって、まあ上手ですという評価は得ております。はい、そうでなければそんなたくさんのお仕事は来ないです。ただ現在今焼肉屋オーナー、そして YouTuber ですから、正直ね空いてます。関係者の皆さん、ぜひ宮迫博之にお仕事をどうぞください、どうぞください、どうぞどうぞどうぞください、どうぞ。はい、直々後半はね、いただいてちょっと ね、スケジュール合わせみたいなこともあるんですけどね、映画とか2回ぐらいやったんですけども、ちょっとやっぱりちょっと当時は
だいぶ忙しくてちょっとあの期間が 長いので牛久オープンとかぶっちゃったりとか あったんで出れなかったんですけども、あの今ちょこちょこあの開く時もありますので、あの皆さんぜひお願いしますね、本当に。おもったいないと思います。自分で言ったらダメかもしれない、でも言ってくれないか、言うもったいないよ。使ってあげてあげて。お願いします。使うのかい使わないのかい、どっちなんだい。使う。人のギャグで甘噛みしないでバレた。はい、というわけで、まあ、いろいろね、あのちょっと自慢になってしまったかもしれませんけども、いろいろこのような作品に携わって出させていただいてきたので、皆さんぜひ、お仕事の方よろしくお願いします。使えると思いますよ。負けそうな時は